おはようグルト、ありがとうございます。おはようございます。おはよう、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 おはよちみん、おはよう、おはよしみん、ありがとうございます。おはようございます。201日目です。今日は尊い、ありがとうございます。虫眼鏡ありがとうございます。ハートありがとうございます。黄色だるまありがとうございます。はゆちゃんありがとう。虫眼鏡ありがとうございます。そして、200日過ぎてるやん。うん、でも200日もう書き消したか。定型文変えます。ハートありがとうございます。虫眼鏡ハート、あ、お化けありがとうございます。ノーサンキューのお化けありがとうございます。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。バラ、黄色だるま、タコ、ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、よろしくお願いします。ペンライト、ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。広告です、今。おはようございます。バラ、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。おはようございます。今日もありがとうございます。連休明けですが、どうですか皆さん、体調は。私は筋肉痛がひどいですね。水色だるまと黄色だるまとハート、ありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。おはようございます。知り合いが最近気になってるんだよねって話してたよ。うわー、そうなんや、嬉しいな。ぜひって言っといてください。もうバイバイしちゃったか言っといてください。タラタ眠い？そうだよね、3連休明け。私は充実した連休を送りましたが、体の筋肉痛だけが残っております。あ、逆に昨日仕事で今日休み。そうなんですね、それもいいね。レインボーだるま、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。喉が痛い。わあ、大丈夫ですか。叫びすぎたのかな、それとも風邪。虫眼鏡ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。眠い、頑張れ、起きよう起きよ。ハート、ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。虫眼鏡、ありがとうございます。帽子、ありがとうございます。帽子、休み疲れた、逆にそうなんや。桃鉄気になってるんですよ。やったことないけど面白いのかな。かわいい、ありがとうございます。ヨシミンとの距離感が縮まる。あ、そうですか、嬉しいなありがとうございます。ハート、ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。あら、お仕事やったんや、お疲れ様です。お
お仕事の方もきっといたよね。バラありがとうございます。ドルマありがとうございます。ヨシミンから始まる一日はいいありがとうございます。そう今日ロマンスの、そうそうだ、今日多分21時からヨシミロマンスの第4回になりました。ありがとうございます。第4回が配信されますのでぜひ見てください。21時からです。花束ありがとうございます。ドルマありがとうございます。はい、第4回、ね、ゲストは出口ゆいなさんです。今回からはね、前回と結構違う感じになってると思います。そしてあれも、念願のあれも 見させていただきまして、楽しみですね。バラありがとうございます。楽しみ、ありがとうございますならないですね。私割ったことないです。なる方もいるよね。でも力入らない方がいい弾き方らしい。だからならない方がいい弾き方なんだって先生が言ってた。レインボースターありがとうございます。エフェクター、お洋服の可愛い、ありがとうございます。配信楽しみ、いやーありがとうございますお洋服好きなの、ありがとうございます。ヨシミのピアノ大好き、ありがとうございます。嬉しい。いただきます。ストリートピアノいい演奏だった、ありがとうございます。見てくださってありがとうございます。そう今週もあげましたのでよければ見てください。テーマ曲そうそうテーマ曲ちゃんちゃんちゃん、まあテーマ曲よりも長くなったバージョン、でもまだあれでも3分の1なのでさらにまた長いんですけど、ハートありがとうございます。目玉焼きって美味しいですよね。私めっちゃ目玉焼きなんか好きで、なんだろう、なんか好きで、好きっていうかよく食べるし、卵があれば目玉焼きを食べたいぐらい好きなんですけど、塩コショウ派です何派ですか目玉焼きには。まあ何かけても大体美味しい気がするけどね、私は塩コショウ派です。まあ、胡椒苦手だから塩派です
ソースでもあソース醤油ケチャップ半熟派です。そうそう、何回か話したことあるんだけど、目玉焼きにはこだわりがあって、まあ、何でも食べるのは食べるんだけど、好きなのは下、黄身部分の下半分は固まっているけど上半分は固まってないぐらいが好きだけど、めっちゃ難しいよね。堀西のあれですか、スパイスあれ気になってる、めっちゃ美味しいっていろんな方が言ってるから気になってるんだけど、ちょっと流行りもう遅れちゃった。4000連続残念言われた。誰の声やろ、誰の声にしてんやろね。醤油、醤油、ソース、ケチャップ、いっぱいおるね。塩派です、私は。さっぱり、さっぱり固め、半熟派なのよ。固め派の方いますか。ケチャップ、醤油、醤油、目玉焼きに醤油って合うんや。合うか。和食派佐藤の醤油かけてみようかな。じゃあ今日塩かかってないし。うん、いいね、合うね。意外と合うの知らなかった。いいね、わ、美味しいし、この醤油めっちゃ美味しい。この醤油いいねマヨネーズ、マヨネーズも合うんや。へえ、ね、これぐらいの勢い一番美味しいね。私一番美味しいと思う。うん、両面焼き派いるよね、ママもそう。へえ、そうなんや。おー、塩醤油いいね。ん、渚最高ビルボードチャート1位。そうなの、いつだ、日刊、いや、わかんない、仕組みあれだけど。そうなんや、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございますそうなんや。え、調べてみよう。ほんまや、初週 26.2 万枚で首位って書いてる。そうなんや、ありがとうございます。オリコンだけじゃなくて、ありがとうございます。イエーイ、たこ焼き焼けたに続き、ありがとうございます。嬉しいね、なぎさ最高。胡椒多め派なんや。へえ、醤油おわマヨ、マヨ合うんやね。へえ、確かに、ゆで卵にマヨネーズかけるから目玉焼きにもきっと合うよね。確かに。虫眼鏡ありがとうございます。へえ、そうね、水入れたら半熟になりやすい。タコありがとうございます。そう、半熟はお皿汚れるんですよ。で、私
お皿汚れるのが好きじゃなくてめっちゃ綺麗に食べたい派やから、なんでもなんか半熟を潰すのが苦手なんですよ。あのハンバーグの上に乗ってるやつとかも全部苦手やから、白身と食べて黄身一口で食べて口の中で割るっていうのが好きです何においてもだけど半熟卵系ね、お皿汚れるの苦手なの分かります。虫眼鏡ありがとうございます。うん、ご飯にのせるのもいいね。へえ。ハートありがとうございます。友達の車に忘れた美味しいですよ、和食シャパの醤油、だし醤油だからかちょっとだしの味がして美味しいです、とっても。取りに行かなきゃだね。ハムエッグもいいよね黄身と醤油を混ぜてソースみたいにする。そうなんや、そんな手があったのか。匂い、いってらっしゃい。よしみの今日が幸せになりますよね。ありがとうございます。いってらっしゃい。ハートありがとうございます。ウルスさん、バラありがとうございます。かきだし醤油卵ご飯、かきだし醤油とかあるんだ。かきだし醤油美味しそう、絶対美味しい、絶対美味しい、それ絶対美味しいよ。まずまず味しよう。へえ、ね、卵サラダはマヨネーズだよね。そういうこと一緒わかる、こだわるな、こだわ、変なこだわりが多いんですよね。カバンの中の位置とかもそうだけど、 A 型なんか関係ないと思うけど、そう、黄身が垂れるのを割ってお皿につく分ももったいないなとか思っちゃって一口で食べる派。バター醤油、へえ、美味しいんや。へえ、おはよう、ハートありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。いってらっしゃい、潜ります。いってらっしゃい、おはようしみん。あ、うどん、釜玉うどんはさすがに割るかなそれ卵ないと釜玉うどんじゃないか。ハートありがとうございます。あ、垂れたらつける、なるほどね。
それもありですね。小判ありがとうございます。ハートありがとうございます。帽子ありがとうございます。ハロウィンの MC のテーマいいかも。みんなの意外とありそうだけどどうなんだろうね、知りたい。なんでサニーサイドアップっていうの、全然サニーってなくない？よくパン屋さんとかモーニング食べるお店とかなんかサニーサイドアップって使ってるとかあるよね、うん、お店レアとかで選べるみたいな感じ、うん、お店の名前はなんかそうやって、ああ、うん、ハートありがとうございます。さらにパンで拭き取る、いやまああるよね、まあ、美味しいモーニングのお店とかだと私もそうするけど、うん、卵が太陽に見えるようにな、あ、だからサニーってことか、全然サニーじゃないと思う。モーニング、なんかモーニングのお店とかおしゃれなモーニングのお店で乗ってるやつはパンで私も食べるかも。待って、サニーサイドアップ焼きでお願いします。間違えたらめっちゃ恥ずかしい。ハートありがとうございます。グッドゲームありがとうございます。ハートありがとうございます。たくさん嘘。そう、金子さんの TikTok のストーリー、そうね、TikTok やってたんですけど、そう、救急車も身長測定しました。なので公園に行かれた方はもう気づいてたかもしれないんですが、測定しました。イエーイ。そう、順番に並んでる、そうそう、公園に行った方はいたのかな、もう旧規制の場所どこなんかなみたいなみんな話してたら、ちょっとあのちょっと影になってトイレの入り口付近でした。逆に10規制、あ、ボードだけ増設もされてたんや。へえ、あ、美空ちゃんより伸びたな。そう、今日公園入る方は見れますね。昨日から見れるけど、見れます。これからあそこでも写真撮影 NG でしたっけ、確か、うん、そうだね。あ、これモノピーはちょっとギャグでリオピーの横に書いてるのかな、多分スペースがあの別日だったからだと思うよ、うん、この13周年おめでとうボードにも何か書いてるの、これ B2 さんだけだと思う、昨日の、うん、あ、このシールがあったんだ、いいよね、そのステッカー、かわいい。160センチないんですよ、ないの、ないの。お、今日入るか見てきます、ぜひ。ダメか、あら、あらあら、意外と高い、
いそうでもないけど、まあでも確かに私も思ったより救急車の中で高い方だったからびっくりした。でもちょうど私と同じ身長ぐらいがいっぱいいる感じかも。空飛ぶベッドのため頑張ってきます。一緒に頑張ってね。いってらっしゃい。ハートありがとうございます。つやつや綺麗だね、ありがとう。公開日は OK なのか。でもいいねね、スペースが10期生どこやろうみたいな話してた。入ってきたらもしどこやろね。伸びるかな。まだ壁ね、落書きする時間なくってちょびっとしかできなかったけど、ちょっとしました。でもタコありがとうございます。なのでみんなと、あの皆さんと背比べしてみてください。私と背比べできるってことですね。あれ本当の等身大だから背比べしてみてください。身長差を。 YouTube ねめっちゃ面白かった、撮るの。めっちゃ面白いと。ああ確かに螺旋階段でも生誕祭の時装飾できなくなっちゃう。もうトイレの中行っちゃう。ハートありがとうございます。うん、今日公園行かれるんですね。いってらっしゃい、気をつけて。よしみと会えたらいいな、待ってます。次私が出るとき来てください。今日あの今月の世代交代がめっちゃ多いんですが、私の生誕祭も今月あるかもしれないので、その時は来てくださいね。皆さんかわいい、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。背比べしてくる、してください。してね。そうワイワイ楽しかった、めっちゃ。身長9期で、いや もうちょっといってる気がする。8ちょうど真ん中7番目か8番目ぐらい、うん、平均身長だもんね。うん、そうね。何で筋肉痛なんやろうと思ったら、タンバリンなんや。タンバリンさんの怨念がめっちゃ朝起きたら筋肉痛やわと思って。絶対さ入りますようによろしくお願いします。ね、起きてください。タンバリンだし、いや明日起きた時にパパにすごい車の運転で筋肉痛とかすごい腱鞘炎やわって言って、いやそれは年齢のせいやろっていう話をしてたんですけど、
なんかちょっと怖いよね、あの幽霊が出てくる時のパンパリンで。翌日に筋肉痛ならまだ若いですねだって。当日に来るの？めっちゃ痛い、ほんまに。そんなに？いや、私は知らないですけど、なんかタンバリンさんがそう言ってた。なんか自前です、タンバリンさんの自前です。カラオケ持って行きました。あそこ家で鳴らしたかな、自前ってことか。翌々日後に来るのか。私も今日筋肉痛ってことはまだ若いってことか。タンバリンってさ、こう劇場持って入れるのかな。まあ、スタッフさんに止められそうだけど。ハートありがとうございます。結構あの何バットも結構なるよね。なんかシャカシャカ音がすごいよね。ダメなんや。帽子ありがとうございます。ハートありがとうございます。オーギリン、タンバリンみたいな。そうそう、なぎささんのオーギリンさんに続き、そう、それをいただきました。ハートありがとうございます。ではでは終わりたいと思います。朝から来てくださってありがとうございました。3連休の終わりですが、終わりじゃないわ、もう明けてますが、頑張ろう。今日も連休明け、うわー、戻ってきました。頑張りましょう。今日は21時から吉見ロマンス堂第4回、ゲストは出口ゆいなさんですので、ぜひ見てくださると嬉しいです。プライオリティ、それこじりんさんのやつ。凛ちゃんの凛は三髄なんですよ。13位なせやさん、ありがとうございます。12位たつまきさん、ありがとうございます。11位まつーさん、ありがとうございます。10位うーかめいなはこしさん、ありがとうございます。9位かつらさん、ありがとうございます。8位ケンティさん、ありがとうございます。7位水族館さん、ありがとうございます。6位、くにりんさん、ありがとうございます。5位ちゃんしもさん、ありがとうございます。4位平八さん、ありがとうございます。そして3位はドゥルル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 ルン、青いボーイさんでした。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位はドゥルル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 ン、ミョンさんでした。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ルン、シジマールさんでした。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。朝から来てくださってありがとうございました。201日目も、朝からありがとうございます。明日は未定ですが、明日朝ですね、夜できないので朝になります。今日も一日頑張りましょう、連休明け。ではでは行っていきたいと思います。あ、昨日200日おめでとう配信で
たくさん来てくださって、ギフトやキラキラ星やコメントなどなど本当にありがとうございました。今日も頑張ります。皆さんも頑張りましょう。いってらっしゃいませ。それでは次の配信も来てくれるかな。またね、頑張ろう、いやいやいや頑張ろう、またね。